ごきげんよう、わらちゃんです。本日は一人チーズフォンデュパーティーを開幕していきたいと思います。前回ですね、一人タコパの時にこちらのねホットプレートを買ったんですけど、せっかく買ったんならもうこれは動画で使い倒さんとなと思いまして、今回はですねこのチーズフォンデュをね一人でね食べまくりたいと思っております。チーズはですねこちらホットプレートチーズフォンデュで調べたレシピを参考にしてねチーズ作ったんですけど、ピザ用のチーズと片栗粉と牛乳を加熱して混ぜたものですね。で今回具材がですねブロッコリーとベーコン、じゃがいもと、あとこっちにねさつまいもがちょっとあります。むきエビと、あとはパンを小さく切ったものですね。早速やっていきたいと思います。まずはねスタンダードなじゃがいもからいただこうかなと思います。これいい感じになるかな。お、きたきたきた、これこれこれぞチーズフォンデュ、いいね。はい、こんな感じでいただきます。うん、あーもうチーズフォンデュだ。ピザ用のチーズ使ってるんでピザ用のチーズの味なんですけど、これはねめちゃくちゃ手軽にできるんで、家でやる分にはこれで全然いいかなっていう感じする。じゃあ次エビちゃんもねいっちゃおうかな。おお、うん、うん、唯一の彩りねブロッコリー、うん、うん、ベーコン、どうかな、うん、ベーコンが一番美味しいかも。やっぱりチーズとベーコンだもんね、そりゃ合いますわ。さつまいもはねどうかな、うん、さつまいも甘いからチーズの塩気といい感じに相まって、あ、さつまいも美味しいですね。パンもいっちゃおうかな。お、全部落ちた、伸びて全部落ちた。食パンはちょっとこのチーズの粘り気には勝てないな。うん、パンはいいかな。苦労した割にはただのチーズトーストの味しかしない。他の具材だな。あ、じゃがいもいいな、全部いいなっていうか今日の具材パン以外は。結論言っていいですか？飽きる。いや全然いけると思ったし、最初の方を全然いけるなっていう感じだったんだけど、すごいね、飽きる。今回この動画こういう終わり方するとは思わなかったぞ。いやこの動画出すか迷うぞ本当に。というわけでね、次回の一人〇〇パーティーができるのかどうか分かりませんが、そちらでねまたお会いしましょう。さらばじゃ。いやこれは今回はちょっと出すかどうか、出してたらすいません。